浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。京一帯での地位を盤石なものとした信長は未だ勢力の及ばない西方への版図拡大を狙う。信長は西国最大の脅威である毛利の打倒を念頭にその足がかりとして丹波の制圧を目指す。丹波攻略を命じられた光秀は黒井城に向けて出陣準備を整えるのであった。光秀編第5章、片割れず丹波侵攻。行くぞ利光。最近の光秀様ほんと怖いよな。俺迂闊に近寄れねえよ。ああ、信長様ともども人が変わったみてえだ。噂じゃ悪鬼に疲れてああなっちまったとか。無駄口を叩く暇間があるようで何よりだ。そなたら出立準備は整っていいような。利光様。はい、直ちに。申し訳ありません殿、聞くに耐えぬ話を。ざれ言だ、気に留めるな。やっぱり変わったよ光秀さん。これも全部親父の冷酷さに当てられて。ダメだダメだ、あの日のことは忘れねえと。親父を信じるってそう決めたじゃねえか。俺は三月、親父のために戦う忍び。よし出るぞ。愛を果たす。こたびの戦に我が身命をかけ、丹波の若鬼が敵を残らず打ち果たす。無謀なる鬼は残らず退治せねば。手始めに砦を制し進路を開く。信長との誓いを果たすため、丹波は必ず俺が制圧する。開門。敵将切り伏せた。耐えきれん、引かせてもらう。光秀さんの強さ見習わないとな。俺の刃から逃れられると思うな。全て壊そう。口ほどにもない。殿の相手にはならぬな。光秀さんの迫力に敵が気をされてる。来たな、明智よ。俺に斬られる覚悟はいいか。やはりここを通る。弓兵よ、残らず追いかけよ。
わそう。待て、我らは赤井に巻き込まれたに過ぎぬ。これよりは織田と共に参りたく存ずる。戦場に我が手勢を潜ませておる。共に赤井を打ち払おうぞ。なあ光秀さん、俺波多野は信用できねえ。悪さしねえか、俺があいつを監視するよ。波多野は信用ならないが、利用価値はある。光秀、奴の動向に目を配れ。敗北条件変更。俺を欺いたその時はその命で贖うことだ。行くぞ、南の敵を打ち倒さん。開門。援軍を呼び込む。中央の砦を制圧せよ。おい波多野、勝手に動いてどういうつもりだよ。何、我らが同胞に進軍の合図を送るのみよ。懸念があるならば共に来ればよ。あの砦、妙な気配だ。全て壊そう。俺の刃から逃れられると思うな。制圧はなったか。皆潜伏を解くのだ。これはお前、やっぱり裏切ったな。真に受けたお前が悪いのだ。さあ、愚かな明智を叩き潰すぞ。物言わせやがって。ただいま。返してみる。おっと、再会を喜ぶのは後だ。今は目の前の敵を倒そう。討ち死に。阻めるものか。あやつ、我を欺きおって。この策ならばうまくいくと申したではないか。討ち死に。ただの捨て駒。奴に入れ知恵した者が他にいるのかもしれない。波多野め、何をやっておるのだ。我らに行くしかあるまいな。開門。丹波の青鬼が参るか。厄介な。交戦を避け城を早急に制圧するが上策か。青鬼とて自死を折れば戦えまい。
周囲の仲間から切り伏せる。丹波衆の恐ろしさ、身をもって知れ。無双の刃、すべては破壊のために。打ち死に、打ち死に、打ち死に、打ち死に。殿の腕ならば当然ゆえ。あばめる者か。悔しいがここまでか。急げ。この丹波の青鬼が相手となろう。取り逃したくなくば全力で挑め。おお、兵糧が到着したか。よし、もう一踏ん張りだ。打ち死に、打俺の刃から逃れられると思うな。この俺が破れるだと。打ち死に。ここまで攻め込まれてはもはやかなわぬ。我らは織田に降伏いたす。開門。俺の刃から逃れられると思うな。城内の敵を片付けろ。決してためらうな。アコンは残さず断ち切らねばならない。悲願で己が無力を恨め。開門。登録隊よ、命を賭してこの城を守れ。返してみる。世話すら切り捨てる。貴様の非情さ、不愉快極まりない。丹波の若鬼がその腐った性根ごと貴様をほふってやろうぞ。赤鬼ごとき天魔の行く道を阻ませはしない。総大将は打たせるぞ。止まりはしない。貴様の背後に発揮が見えるわ。これで城の制圧はなった。まだだ。反乱の目は根絶やしにしろ。勝利条件変更。光秀さん、少しやりすぎじゃねえのか。何もここまでしなくても。光秀、お前、俺がいない間に一体何が。打ち死に。利光、ああ、光秀に一体何があったんだ。もう殿は昔の殿ではない。それがしから言えるのはそれのみよ。光秀さん。
を信じれば。丹波の制圧はなった。俺はまだ止まれない。みんな、ただいま。俺、山中鹿之助が無事に帰ってきたぞ。鹿之助、まさか誠に生き延びていようとはな。言ったろ、必ず帰ってくるって。俺は約束を守る男だ。うん、よかった。本当によかったよ。おかえり、鹿之助。まったく、美月は相変わらずにぎやかだな。なあ、美月で。まあ、すまない。俺は外す。利光、鹿之助は案内してやる。光秀。すまない、鹿之助。今の殿は多忙を極めしお方ゆえ。ああ、いいっていいって。こっちこそ、忙しい中引き止めて悪かったな。光秀は着実に理想に近づいているみたいだ。俺ももっと頑張らないとな。お待ちしておりました、光秀殿。本日も相も変わらず清きお姿で。政治はいい。要件は何だ。これは失礼。では単刀直入に。光秀殿、どうか私と共に歩んではいただけまいか。私が作る理想の世、そなたにはその一員となっていただきたいのです。何かと思えば、謀反を考えているならばやめておけ。今の信長にあなたがかなうはずもない。それに俺の刃は信長のためにのみある。他の理想のため振るうつもりは毛頭ない。ご案じくださりありがとうございます。ですが、心配ご無用です。なぜなら私には、あった、少しおしゃべりが過ぎましたな。では私はこれにて、色よい返事をお待ちしておりまする。やつの余裕、何か匂うな。急ぎ信長に報告せねば。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。毛利に囚われていた山中鹿之助が生還を果たすも、光秀に戦友との再会を喜ぶ暇間などなかった。松永久秀の謀反の企てを察した光秀は信長に警戒を促していたが、それが現実となったのである。光秀の忠心により久秀の謀反を予期していた信長は
直ちに諸将を集め久秀の討伐を命じた。光秀は久秀の居城千木山城に向けて出陣。鹿之助も光秀らに加勢すべく戦場に臨んだ。千木山城の戦い。予感的中だな、十兵衛。お前の忠心のおかげで久秀を討つ支度はすでに整えてある。他の勢力と結ぶ前に沈めなくては。すぐに出陣しよう。いや本当に忙しそうだな光秀。信長様とも対等に渡り合って昔とは大違いだ。ああ昔みたいに俺たちと鍛錬もしなくなったし変わったよな光秀さん。鹿之助は寂しくないのか。ああ大丈夫だ。離れ離れになってる間にいろいろあったみたいだけど俺は光秀を信じてるからな。それに今は寂しがってる場合じゃないんだ。光秀は俺の想像よりずっと強くなってた。俺だって足踏みしていられないのに。このままじゃ俺はいつまでたっても光秀と。鹿之助ってなんてな。冗談だよ冗談。ほら俺たちもさっさと支度するぞ。俺に任せとけ。ともせよ美月。他方面から市議山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かおう。俺たちは市議山城の南門への到達を急ぐぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。任せておけ。開門。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。この城、たやすく入れるとは思わないことです。動体の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手に攻め敵の目を引きつける。開門。任せておけ。どうした。何人も止められぬと知る。情けはかけぬ。止められぬと知る。北の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。
うまく敵を連れたようだ。任せておけ。信忠殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。三太夫、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。討ち死に。敵に情けはかけぬ。耐えきれん。引かせてもらう。南門にたどり着くことはできたが、門が固く閉ざされているようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、羽根橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠にかかった。仕方あるまい、救援に向かうぞ。開門。おお、織田勢が分断されましたか。聞いていた通りの流れとなりましたね。早くで、早く羽根橋を下ろしてやらねえと信忠がやられちまうぜ。安心しておったか。さあ、かかってこい。へへ、どんなもんよ。悔しいが、ここまでか。やるな。もう張り切らないと。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って羽橋を下ろします。するとは。敵将ぶっ飛ばした。任せておけ。どうした。支えきれぬ。救援はまだか。敵に情けはかけぬ。力及ばすか。いやはや、さすがでございますな。引かせていただこう。情けはかけ。登録兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。気を逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。敵は俸禄兵を出してきたか。手早く始末せねば、兵糧庫は炎に包まれよう。へへ、どんなもんよ。ここは引くほかあるまい。手負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。任せておけ。信忠は引いたの。久秀ごとき、俺と十兵衛のみでこと取りよう。敗北条件変更。急げ。撃てるがいい。急げ。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。悔しいが、ここまでか。
人も止められぬと知る。織田の兵糧が積まれてるぜ。任せておけ。残らず焼き払え。兵糧を燃やされちまった。こんなんで本当に勝てるのか。兵糧を失った今、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。兵糧庫は炎に包まれて。明智殿、そうか、あんたはまだ。まだまだ、四季山城には入らせませんよ。信長の道は俺が開く。城の周りにいる将は残らず切り伏せる。光秀と信長様、まさに阿吽の呼吸だ。あれこそが相棒のあるべき姿なのかもな。敵将ぶっ飛ばした。引かせていただこう。やるな。俺も入り切らないと。フルはなんだか。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令官、敵陣にたどり着く前に切る。討ち死に。任せておけ。どうした。明智殿が奮戦している。我らも兵糧を焼かれたくらいでひるんではいられないぞ。本当にすごく強くなったな、光秀。俺じゃもうお前の隣には。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め散らしておあげなさい。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く四季山城へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。こりゃ簡単には落とせねえぞ。あいつら南門から侵入しようというのか。そうはさせぬぞ。守りを厚くしておけ。討ち死に。敵将ぶっ飛ばした。任せておけ。撃てるがいい。戦果を上げたか。引き続き励めよ。情けはかけぬ。とも止められぬと知る。開門。ようやく門が開いた。城内へ進め。久秀が待ちかねていよう。撃てるがいい。情けはかけぬ。かけぬ。敵に情けはかけぬ。任せろ。信長の一撃はいつ何時も重く鋭い。
切れ引かせてもらう。叶う相手ではなかったか。引かせていただこう。任せておけ。打てるがいい。情けはかけぬ。何人も止められぬと知る。開門。私の理想の世に信長様が無用であるように、信長様の築く世に私は無用。違いますか。大事をなす前に理想を語るなど無駄よ。お前とはまだ共に歩めたはずなんだ。残念だ。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。さほど期待はしていませんでしたが、やはりあの者は初めから寝返る気など、我が命を散らすべき場所はここではない。待て、久秀殿、どこへ。捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。結局こうなりましたか。安心せえ、平雲や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。久秀は理想に溺れて自滅したが、叶えられぬ理想など無意味な幻想に過ぎぬ。十兵衛、お前は俺の懐刀だ。余計なことに惑わされず、己が刃を研ぎ澄ませておけ。そうだ、俺の刃は信長のためにある。考えるべきは未来ではなく、今俺がなすべきことだ。殿、一体何用ですか。利光、お前も感づいているのだろう。先の反乱に潜む影を。戦前、久秀殿は協力者の存在をほのめかしていた。そして実際に戦場では不可解な出来事が起きた。この織田に何者かの悪しき思惑が向けられている。それが信長の道を阻むならば、俺はその根源を突き止め切り伏せると。承知いたした。それがしも影を探りますゆえ、しばし待たれよ殿。ああ頼む。話とは何だ。
鹿之助。ああ、美月がお前の言動の冷たさを気に病んでたよ。すっかり変わっちまったってな。そうか。だが全ては信長の大願を果たすためだ。俺の刃はそのために研いできた。鹿之助も知っていよう。とはいえ、美月を悲しませるのは本意ではない。あるいが目をかけてやってくれないか。そっか。やっぱり根っこは変わってないな。俺の信じた光秀のままだ。唐突に何を。本当はこれを確かめたくて呼び出したんだ。ごめんな、変な真似して。待ってくれ。俺はもう昔の俺ではない。天下一新のため情に流され足踏みしないと誓って。そうか。でもどんなに冷たく振る舞おうと根っこは熱く優しい。昔の光秀のままだって分かったよ。満月に誓ったあの日からお前は変わらず歩み続けて。やっぱり俺もくすぶってちゃダメだ。光秀、俺も頑張るよ。お前と同じ、いやそれ以上に。見ててくれよな、相棒。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼子勢や拝馬の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。しかし尼子勢の寄る光月城は毛利の猛攻にさらされ落城の危機に瀕していた。この危機を救うべく信長は秀吉や光秀らを派遣。主君を救おうと勇む鹿之助と共に二人は光月城へ駆ける。光月城の戦い。よーし鹿之助、ついに光月城での一戦だ。準備はいいか。もちろんだ。信長様に言われた時からずっと準備は重ねてきた。この一戦に尼子の未来がかかってるんだ。俺が頑張らないとな。おお、その息よ。信長様は播磨にかかりきりだが、その分オイラや光秀がついてるからな。ここを乗り切って西に半島を広げてやろうぜ。一丁やるぞ鹿之助。強くなって大切なもの全部この手で守る。あの日の誓い、今こそ果たす時だ。俺は毛利を残らず駆逐して尼子を再興する。追いつくからな光秀。誓いを果たす。
完全に囲まれてるな。簡単にはたどり着けなさそうだ。敵を本陣へと引きつけ進路を確保せよ。秀吉殿と鹿之助はその間に進め。北の援軍我らが食い止めん。よし、砦の将は本陣に向かったみたいだ。ここを落としてさっさと進軍しちまおう。すぐ向かいます。勝久様、どうかご無事で。俺たちは帰る。一人でも欠けては城は守れん。返してみるか。来たな、アマモの鹿よ。その首刈り落としてくれる。何としても織田を止める。本陣を攻めるか。狙い通りだ。織田に構うな。奴らの動きは想定のうちよ。我らは引き続き城を攻め落とさん。開門。よっしゃ、先に進むぞ。城攻めの邪魔はさせぬぞ。これは取れない。俺も頑張らないと。断兵を廃して皆城へと撃ち入れ。打ち切り。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。覚悟せよ、アマゴの鹿め。囲まれたか。鹿之助の進軍が止まったようだ。急ぎ助太刀に向かうぞ。敵将ぶっ飛ばした。耐えきれ、引かせてもらう。戦果を上げたか。引き続き励めよ。貴様らに俺を阻めるものか。急げ。さあ、さっさと城へと向かうぞ。ここまでは順調みてえだ。返したか。毛利相手にそううまくいくかな。長期戦になれば不利なのは俺たちだ。増援を通し一気に型をつける。よし、これで先に進めそうだ。一人じゃどうなってたか。味方に助けられてるようじゃダメだ。任せろ。俺自身が頑張らないと。機は熟して、増援を出し織田の手勢を囲むのだ。敵の侵入を許すとは。本陣が囲まれたか。これでは身体ままならない。へへ、どんなもんよ。ここは引こうかあるまい。まか本陣が落ちれば敵の攻撃がなりかねない。急ぎ本陣を守らねば。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ播磨攻めに参じようとのこと。播磨の情勢、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば神月城。そうか、それが信長様の。信長様の命なら仕方ないか。俺がしんがりを引き受けるよ。撤退だ。
我らは播磨へ向かう。敗北条件変更。撤退の邪魔になる奴らは俺が残らず倒さないとな。あれ、敵の勢い抑えきれなかった。無駄な奴ら撤退するのか。逃がすんじゃないぞ。よし、本陣はもう大丈夫そうだな。早いとこ撤退しねえと。南東は守備が手薄。返してみる。あの地より引くか。敵の少なさが気がかりだが仕方あるまい。開門。勝利条件変更。のこのこ消えんてめえらの占領俺が見抜けねえわけねえだろ。平凡任せろ。やはり立ち塞がるなら切り伏せるのみ。しっかり俺が守りきるんだ。任せろ。おだめ、逃がさぬぞ。残らず撃ち取れ。開門。こいつら、本陣を狙って急いで止めないと。敵に容赦ないのはまだわかるけどよ、味方を見捨てるのは違うんじゃねえの。アマゴの者たちは切り捨てるってか。信長様、これはさすがにあんまりじゃ。そうか、援軍が撤退を。いよいよ覚悟を決めねばならんな。全て壊そう。今の俺にできることはこの撤退を必ず成功させることなんだ。逃がしはせぬ。覚悟せよ。返してみる。これで残るアマゴは勝久のみ。我らの王手と相まる。討ち死に。みっともなくあがきやがって、やってられねえな。開門。道は開けた。急ぎこの地を離れねば。それじゃ俺はここまでだ。みんな、後のことは任せだぞ。平門。鹿之助、やはりな。元より一人残る腹積もりだったのだろう。なんだ、お見通しだったか。そうだ、俺にアマゴは捨てられない。大丈夫、またすぐ会えるって。必ず追いついてみせるよ。約束だ。なんとか撤退はなったようだな。さて、じゃあオイラたちは。ダメだ、やっぱり俺は戻る。鹿之助を、仲間を見捨てられねえ。待て美月。あのバカが。あるし、あいつは悪いが、今美月を連れ戻すだけの猶予はねえ。オイラたちは木津川口へ向かうぞ。じゃあまたな、光秀。信長様によろしくな。殿、心中お察しいたします。なれど今は。案ずるな。二騎城へ向かうぞ利光。信長を待たせるわけにはいかない。承知。
光の刃は天界一心がため振るうのみ、惑ってなどいられない。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。
毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。ああ、いらっしゃい。またのお越しを。光秀が光月城にて戦う中、播磨では別所長春らの織田家離反による混乱が深刻さを増しつつあった。事態を重く見た信長は播磨平定を最優先として光月城で戦う秀吉や光秀に撤収を命じる。信長の指示に戸惑う光秀だったが、光月城に残るという鹿之助の決意を汲んで一路播磨へと向かうのであった。播磨平定戦。利光、あの一件はどうなっている。織田を脅かす影の正体はつかめたか。方々探りは入れました。なれど、これといった手がかりは得られず申し訳ござらぬ。こうなれば半蔵殿を頼るのも手かもしれませぬ。あの御神、元は伊賀のラッパゆえ。それも一手かもしれないな。半蔵殿ならば俺たちでは届かない手がかりも得られよ。こたびは織田の強者が一堂に会する大戦となろう。奴の狙いが織田の瓦解ならば必ず何か仕掛けるはずだ。この戦で影の尻尾をつかまねば。利光、お前も細心の注意を払ってくれ。はっ。止められるもんなら止めてみろ。せいぜいあがけよ、明智殿。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。列車は城へとこもるか。
城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様よ、四方城を無事制圧したとのこと。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に四方城へ進軍せよ。この度の戦、総大将は二人、いずれも守り抜かねば。今だ、織田信忠を討ち取れ。伏兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。全て壊そう。四方城に伏兵、援護に向かえ。なんとか間に合ったな。今は目の前の戦いに集中しねえと。甘いわ。救援感謝いたす。しかし奴らはどのように潜んでいたのだ。ここまでは全て想定通り。いでよ、織田勢を追い詰めるのだ。任されよ。織田の手勢が攻めてきたぞ。皆迎撃に当たれ。開門。物見より伝令です。付近の城に敵が続々と集結中とのこと。横腹を突かれては面倒だ。先んじて城を落とす。織田は四方城へと進んだが、そうだ、それでいい。あの方からの敵襲は想定外。敵もなかなか考えているようだ。うがち抜く。敵将、始末いたした。打ち死に。任せろ。見事、さらに精進せよ。はい。本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。開門。本陣を狙うか。到達より早く奴らをこふらねばな。城に集結した敵は概ね敗せたようだ。これで横槍は入れられまい。敵の動き、あまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。申し上げます、毛利の増援が戦場に接近中です。厄介事がまた一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必至か。信長が本陣の防備に気を取られた今が好機。あちらの城を落としてしまえ。開門。敵に渡してなるものか。あばめるものか。耐えきれんよ。引かせてもらう。すべて壊そう。友軍の城は守り抜けたが、今は三木城攻略を急がねば。近代歩兵、前線へ向かえ。兵の士気を高めれば優位に戦えよう。有岡城からようやく来てみりゃ、なかなか押されてるみてえだ。任されよ。甘いわ。ならば
反撃の糸口を作るべく敵を後方より脅かしましょう。敗北条件変更。秀吉が舞い任せろ。戦況も幾分か好転しよう。秀吉間に合いやがったか。下手に動かれると面倒だ。知っといた分か。本陣は守られた。しから直ちに攻勢に転じようぜ。おっと、敵のお出ましだ。オイラたちを足止めするつもりか。キャツらを進ませてはならぬ。急ぎ援軍を潰すのだ。やめるものか。参加されよ。聞かせていただこう。素晴らしい立ち回りです。甘いわ。ごめん。突出とは青いの。うがち抜く。敵将、始末いたした。かなう相手ではなかったか。開門。ローリアス、オーレ。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。わかった。ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。任せろ。城に到着しました。皆、攻撃を開始しろ。何？後輩の城が攻められているだと。前線の兵を三木城へ回せ。守りを固めよう。開門。敵が前線より後退するよう、この機を逃すな。全軍追撃せよ。どうやらここは敵の要所みてえだな。よし、戦力を集中させて落としとくか。よっしゃ、制圧成功だ。城内の兵糧が心もとないが、まもなく二打が到着する頃合いか。三木城の兵端は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。以上は兵団を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば籠城も諦めよう。よし、三木城は健在のようだ。我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来た、毛利。三木城攻略と合わせ奴らの対処に当たらねばな。勝利条件変更。劇場へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。毛利の増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。織田に兵端を断たれたか。こうなっては撃って出るしかあるまいな。開門。三木城が開門した今こそ好機。災いをもたらす者らを速やかにうがち抜かん。兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。上との戦いは避けられぬだろうな。機を逃したが依然勝機はついえておらぬ。引き続き我が務めを全ういたそう。織田のやり方にはついていけぬ。
貴様らに天下統一などさせぬわ。織田の討滅かなわなんだか。無念なり討ち死に。手はず通り織田本陣の近くに出たぞ。任されるああ奴らに奇襲をかけてやろうか。本陣近くに毛利の手勢か。あやつらいかように進行を。懐まで敵の侵入を許すなどありえるものか。内通者が手引きをしない限りは。だが急げ。任せろ。承知した。武装の刃全ては破壊のために。ほう、毛利が陣腹にね。はてさて誰が引き込んだのか。討ち死に。討ち死に。阻めるものか。ここは引こうかあるまい。壊そう。耐えきれず聞かせてもらう。三木城へは到達できなかったか。織田は読み以上に兵力を残していたようだ。上々の戦果あなたなら当然か。俺の刃から逃れられると思うな。承知した。殲滅。どうした明智光秀、いつもの殺気がまるで感じられないな。貴様には関係ない。その口今すぐ塞いでやろう。でもその虚勢すら覇気がないようだけど。やむを得ない。撤退しよう。おだめ、次は必ず止めてやる。存外手間取らされたな。これにて播磨の制圧はなった。よく戻ってきた、美月。それで、鹿之助は、雨具はどうなった？なかった、うん、なんと間に合わなかったって言ったんだ。俺が城にたどり着いた時には戦は終わってた。仕方ねえから、城の近くにいた兵をとっ捕まえて事の顛末を聞いたよ。そいつの話じゃ。毛利元成！待って！やった、ついに。殿！しかがり、おいなれり。
そうか、鹿之助は銃で撃たれて。くそ、限界だ。俺はもうこんなやり方には耐えられねえ。待て、美月。殿、急ぎ美月を。鹿之助、俺はお前を。ダメだ、俺はもう惑わないと決めたはずだ。天秤に浸るのはさぞや心地よかろう。信長、魔道だか、十兵衛。何をバカな、俺は。やっぱり根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う、俺は変わった。正しきをなすために。鎌倉は魔王の懐にいらぬ。よう、どうしたよ美月。すっかりしおれちまって。全部桃地さんの言う通りだった。親父は最低な冷血感だったよ。いや、奴は親父でもなんでもねえ。くそ、俺はこれから何を信じれば。お前、忘れろって言ったのによ。まあそれも無理な話か。美月、俺はな、じき織田を討つつもりだ。え、なんで。ここ最近の織田のやり口には俺もほとほと呆れてね。伊賀忍団棟梁としてもはや奴らと同じ道は歩めねえ。お前だって実の父親を殺した信長が憎いだろう。なら敵を討たねえと一生苦しいままだぞ。これ以上天下一新のための犠牲が増えるのはごめんだ。親父を、信長を倒して、それが止められるなら。決まりだな。じゃあ行こうぜ。これ以上この地にとどまる意味はね。花は咲いたぞ、織田殿。さあ、あんたはどう出る。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今平定後、信長に覚悟の甘さを断じられた光秀が、信長と戦を共にすることはなくなっていた。また
美月も信長との口論の末行方をくらませる。織田家中にはいつになく重い空気が立ち込めていた。その最中、徳川家で謀反騒動が勃発。その騒動の糸を引いていた首謀者が桃地三太夫であると判明する。徳川家に仕える服部半蔵から報告を受けた光秀は、桃地率いる伊賀人団を討滅すべく出陣するのだった。伊賀の乱。やはり半蔵殿に相談したのは妥当でしたな。桃地め、なぜ織田をかき乱すような真似を。先行して伊賀の里に潜られた半蔵殿がいかな法をつかむか。殿なあ、すまない、少しほうけていたようだ。まったく、総大将がこれでは下に示しがつきませぬ。どうか気を抜かれますな。俺は惑ってなどいない。この戦で桃地を倒し、必ずや証明せねば。生倉は魔王の懐にいらぬか。信長。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。利光殿から相談を受け調べてみれば、やはり三太夫の企てであったか。思えば奴は若き自分より花持ちならぬ大の子であった。あの時わしが伊賀を抜けずにいさめておれば、奴との因縁ここで断ち切らねばな。若を苦しめたその罪は必ず。うん、この気配は。黙れ、よくも分かろう。戯れはお預けだ。やられたか。また遊ぼうぜ。
桃地は天権山城にこもっているようだ。行くぞ。伊賀人のテレンテクだ。侮ってはならぬ。敵の急襲には気をつけなさい。者ども、出撃の支度を急げ。刃から逃れられると思うな。よう、のこのこお出ましか。ちょっと俺と遊んでくれよ。消えたか。急ぎ奴を追わねば。平門、そーら、お兄さんこちら。開門。三代目、我らを誘引し何を企んでおる。出撃準備を急げ。阻めるものか。敵は見せたわ。もうよかろう。すべて壊そう。開門。伊賀人など恐れるに足りぬ。桃地、逃しはしない。敵襲か。我らの邪魔立てはさせぬぞ。真似はさせない。砦は制圧したならば次だ。援軍を呼び込み体勢を盤石にしよう。任せろ。刃から逃れられると思うな。明智が来たぞ。皆一斉に追いかけよう。奴らの足を止めるのだ。甘い。この桃地の入れ知恵か。救んではいられないというのに、火の手が回るのをただ眺めてはいられない。急ぎ止めねば。任されよ。そりゃ果てる。開門。もちお前は必ず俺がこの手で皆さらに進軍せよ。そろ開門。任せろ。我ら徳川、加勢に参りました。まずは丸山城の制圧から。行くぞ、平八。開門。家康殿自ら出陣と。これで一層攻め立てられるだろう。やはり来られたか、若。でもなぜでしょう。三太夫の毒がより、お守りせねばなる。敗北条件変更。徳川だ。一
度に栄養を飲まされてまだ来れねえか。引導を渡してやらねえとな。セナの叩き、この地で撃たん。みんな奮戦せよ。砦を制圧する。手向かう者は残らず排除せよ。全て壊そう。やれやれ、せっかちなやつだね。お楽しみはこれからだっての。任されよ。またも家計を仕掛けるか。ラッタが防がねば。遅くなりました、光秀様。これより加勢いたします。ほら、早くここまで来てみろよ。いつでも俺の思考を見通していた。だが俺はどうだ。信長の胸中をただひとたびでも真に理解し寄り添えたことがあったのであろうか。攻撃はやんだ。先を急ぐぞ。お待たせいたしました、光秀様。我らも共に戦います。今だ、かかれ。挟み撃たれては進軍ままならぬ。指揮する者を残らず倒さねば。殿を炎で苦しめるとはなんと姑息な。お持ち、貴様は断じて許せぬ。出番だ、野郎ど。明智を袋のネズミにしてやれ。やつら増援を指揮して、面倒ごとになる前に倒す必要があるか。全て壊そう。敵将切り伏せた。耐えきれん。引かせてもらう。さすがだな、頼もしい限りだ。かなう相手ではなかったか。我らの道のため果てよ。甘い。通りにはさせんわ。増援がやられた。明智め、想像以上にやるな。任されよ。武装の刃、全ては破壊のために。敵将切り伏せた。力及ばずか。うがち抜く。よっ、さすがだな、大将。これで先に進めよう。任せろ。なかなかしぶといじゃねえか。ならここいらで新顔のお手並み拝見といくか。やってやるさ。俺はもう織田の承知したもんじゃねえからな。開門。なぜ桃地の元へ。俺は織田を任されよ。信長を倒す。父を殺したあいつを俺は許さねえ。劇場に帰
くなりやがって。レイ・サノセ、ミツキ、お前がこれほどのバカだったとは。血迷うなら大概にしろよ。黙れ黙れ。俺の考え、カズージにはわかんねえよ。敵将、切り伏せた。叶う相手ではなかったか。狙うは家康の首。皆、出撃に備えよ。やつら、何を企んでおる。美月、今まで何をしていた。信長も俺もお前の身を案じて。あの信長が笑えねえ冗談はやめろよ。光秀さん、誰が織田に戻るもんかよ。俺はもう決めたんだからな。光秀、まだ迷いがあるのか。帰ろう。光秀、お前が揺さぶられてどうするよ。なら次の手はあれでいくか。忍術とは心の隙間につけ込むの。惑いを抱えし者は奴らにとって格好の的よ。ここは引くほかあるまい。ここまでたどり着いた褒美をやろう。反動に打ち震えるがいいぜ。鹿之助、長政殿、二人がなぜここに。騙されるものか。あれは桃地が生んだ幻。惑うな、切り捨てろ。光秀、お前に泣く権利があるもんか。生きたいのは見捨てられた俺の方だ。信長と歩む道の先を少しでも疑わなければ、鹿之助の死に惑わずに済んだのだろうか。いや、これも全て俺が甘さを捨てきれなかったがゆえ。今さら悔やんでも失った命は戻らぬ。虫巣が走るんだよ。いかな犠牲を払おうと正しきを貫く。あの日覚悟を決めたはずであったのに。信長、やはりあなたの言う通り、俺の刃はひどくなまっていたようだ。ここまで来ちまったか。仕方ねえ、俺自ら決着をつけてやる。開門。非常に徹しきれねえやつが。無理すんな。ああ、生倉刀光秀さんよ。なまった刃は再び研いでみせる。貴様を倒した後にな。敵将、切り伏せた。耐えきれん。聞かせてもらう。討ち死に。全て壊そう。お見事にござった。で壊そう。信長の歩む先にあるのは希望じゃねえ、破滅だ。よく覚えとけよ。討ち死に。信長の先に待つのは破滅か。
なれど、俺は歩み続けねばならない。今度こそ俺の正しきを貫くために、今俺がなすべきこととは。瀬名や信康も浮かばれるだろうか。さあな、それはこれからの竹千代次第だろう。瀬名姫様のためにも張り切っていこうぜ。そうだな。しかし未だ謎は消えぬ。なぜ美月が桃地と共に。そなたはどう見る、和氏。バカの考え、俺には分かりかねますね。では俺は主の元へ戻ります。和氏も美月を案じているようだな。古き仲だ、無理もあるまい。そうか、俺にはそうは見えなかったが。しかし若、水を差すようで恐縮ですが、あの三太夫がこれで終わるとは、わしにはどうにも。俺も半蔵殿と同意見だ。奴の執念からは危機迫るものを感じた。油断は禁物だろう。そうですね、引き続き警戒は怠れないようにします。では我らもこれにて。行くぞ利光、俺たちも止まってはいられない。今俺がなすべきこと、この手で必ず見出さねば。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。雨子再興をかけ合算戸田城を攻めた山中鹿之助は毛利の反撃に敗れ、他の雨子将と共に囚われの身となっていた。幽閉されること数年、鹿之助は幾度となく毛利元就から降伏するよう諭されたが、かたくなに拒絶を続ける。雨子再興に執着する鹿之助の心は折れることなく、虎視眈々と脱出の機会を伺っていたのである。小高城脱出。その目、いまだくじけておらぬようだな。いい加減雨子再興などという絵空事は忘れたらどうだ。今毛利に下れば、囚われている他の雨子将ともども高禄で召し抱えてやってもよいのだぞ。また来たのか、懲りないじいさんだな。いいか、何度聞こうが俺の答えは変わらない。いつか必ずあんたたちを倒して俺は雨子を再興する。そうやって見くびってろ、いつか必ず寝首をかいてやる。哀れな鹿がよう泣きおるが、だが
夢夢忘れるな。お主はわしに生かされておるということ。わしも年を食っていささか気が短こうなっての。あとどれだけ待てるやらな。くそ、いつまでもこうしちゃいられないな。そろそろあれを実行に移す頃合いか。見てろよじいさん、俺をなめた報いはしっかり受けてもらうぞ。よし、俺の出番だな。父上、また鹿のもとへ。いい加減奴を生かし続けるのはやめたらどうです。あの強情バカを降伏させ手駒にしようなど。父上は奴の執念を甘く見積もりすぎています。違いねえな。ありゃとても俺たちに飼いならせる玉じゃねえよ。そう案じずともよい。鹿のしつけはわしの道楽よ。だがそろそろやり方を変えねばならぬかの。殿、一大事にござりまする。山中鹿之助が屋敷より脱走を図った模様。何でも体調不良を偽り川屋へ向かい、そこに隠していた獲物を手に逃走を図ったとか。な、鹿が。ああ、もう行ったそばからこれだ。へえ、鹿の割には機転の利いたやり口じゃねえの。みな、奴を逃がしてはならぬ。総力を上げ必ずや捕らえてみせよ。心を折れぬというのなら、まずは手足を折らねばなら。それもダメなら、その時は。獲物も取り戻したし、よし、
準備完了だ。一刻も早く森の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。みな、奴を野に放ってはならぬぞ。おい、貴様、ここで何をしている？早速見つかった。さっさと倒して出口を探そう。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。雨子の逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。お手合わせ願おうか。見事な。黙れろ。どうだ。形がない。俺よりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。開門。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。まだ倒し足りない。つけたぞ、山中鹿之助。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。うえ、火星を呼ばれたか。終わらせる。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。開門。逃げられると思ったか。かなう相手ではなかったか。うん、来そうぞ。くらえ。終わらせる。まだ倒し足りない。俺から逃げられると思ったか。ここは引こうか、あるまい。終わらせる。少しは動きやすくなったかな。開門。黙れろ。北方に敵の気配を感じる。
倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。地下の捕獲は未だならずか。月砲がやばれて。高神、後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。終わらせる。観念せよ、おとなしく捕まるのだ。牢には戻りとうない。大変だ、仲間が連れ戻されそうに。急いで助けよう。これから逃げられると思ったか。どうだ、ここは引こうか。あるまい、我らはこの時を待っていた。共に行こうぞ、鹿之助。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。倒し足りない。お主、わしの手柄となれ。終わらせる。血を開けろ、坊ちゃん。俺は止められない。つくづく面倒なことになったな。早く葬っておけばよかったものを。終わらせる。倒し足りない。敵将、やってやったぞ。耐えきれ、引かせてもらう。お見事にござった。終わらせる。意地は見せたわ。もうよかろう。見せたわ。もうよかろう。なんと見事な。黙れろ。
終わらせる。これ式で終わると思うなよ。決まった。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか弓兵よ、やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。でも俺は諦めない。敵を倒して回廊を抜ける。まだ倒し足りない。終わらせる。仲間が助けを求めてるのか。待ってろ、今向かうからな。貴様、おとなしく縄目にかからぬか。鹿之助と共にこの地を抜けるまでは決して屈しはせぬ。仲間を連れて行かれてたまるか。俺は助けるぞ。終わらせる。まだ倒し足りない。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。敵将、やってやったぞ。ここは引くほかあるまい。さて、次の手はどうするかな。ああ大変だ。このままじゃ捕まっちまう。今石の方から声が聞こえたような。天下無双か。嬉しいもんだな。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。貴様れろ。偽物だぞ。おいの奴らめ、どこまで卑怯なんだ。勝利のため知ってください。敵将、やってやったぞ。決まった。フルはなんだか。お見事にござった。フルはなんだか。どうだ。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。終わらせる。開門。出
口まではきっとあと少しだ。さあ行くぞ。今は引きます。次こそは必ず。囚われていた雨子の将は全て揃った。これも鹿之助の助立ちあってこそだ。いや、みんなの勇気あってこそだろ。ここを無事に抜けるだけ。敵将、やってやったぞ。なんと素晴らしき戦果よ。まだ倒し足りない。開門。そうやすやすと逃がすものか。私たちもオリを甘く見るなよ。敵もなりふり構わずやってきたか。みんな、ここが踏ん張りどころだ。愚かな雨ごめ、登録兵で挟み撃て。どうだ、どれ。くそ、攻撃か。背後からの攻撃にも注意しないと。ここで鹿之助に助けられたのだ。今こそ我らも鹿之助を支えねばな。しかり私たちの結束の強さを毛利の将らに知らしめましょうぞ。目障りなんだよ。お前も雨子も毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。終わらせる。よう、てめえの首俺によこせ。すべては毛利のため。覚悟なさい。刻まれろ。私だってあなたを倒せるんですからね。てめえ、俺の本気を食らいたいようだな。終わらせる。倒し足りない。決まった。どうだ。父上、力及ばず申し訳ありません。敵将、やってやったぞ。バカな、遅れを取るだと。どうだ。まずい、急いで仲間を助けないと。ここは引こうか、あるまい。刻まれろ。まだ倒し足りない。
にござった。ここであんたを倒して卵最高を早めてやるよ。勝利条件変更。こう予習を全て解き放つとはな。終わらせる。しかめやりよるわ。お主がどれほど奔走しようと、もはや卵は起こせない。黙れ。そんなザレ言を信じる者か。毛利を倒して必ずアマゴを再興する。おお、助かりましたぞ。まだ倒し足りない。
物分かりの悪い仕組みが内に秘めしきば、わし自ら砕いてくれるわ。終わらせる。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく猛威の脅威たりえ、次こそ必ずや勝ってみせよ。取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。
ご無事ですか、父上。鹿は。すまぬな。一枚上を行かれてしまったわ。高影よ、やはりお主の申す通りであった。やつの執念、ちと見くびっておったようだ。あのままのさばらせてはいずれ猛威の脅威となろう。父上、やつとの戯れもどうやらここまでのようだ。次まみえし暁には必ずや首を刈らねばならぬな。待っておれよ、山中鹿之助。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。濃姫の仇討ちが成就していこう。人の情を捨てたかのように苛烈な戦を繰り返す信長を見て、松永久秀は焦り始める。既存の秩序を否定する信長は、己が理想とする世の創出を目指す久秀にとって都合の良い主君だった。しかし信長が天下人の座に近づくにつれ、久秀は自らの理想の世が遠のくのを感じていた。いつ離反すべきか。愛蔵の茶器平蜘蛛を眺めつつ久秀が思案していると、そこに一人の男が訪ねてきた。信義山城の戦いやはり桃地殿は面白き御仁ですな。さて次は何をお話ししましょうか。じゃあ聞くが、あんたの理想ってどんなんだったか。付き合いの長さの割に聞いたことねえと思ってな私が望むはただ一つ、美しき世の創出です。そのために統制のいびつなる秩序は破壊せねばなりません。統制を形作る醜き因子をすべて除き、美しきもので満たされた世が作られしとき、私の悲願は叶うのです。なるほどな、将軍殺しもその一環ってことか。だがよ、その理想を織田の傘下で叶えられるのか。信長様とは、統制の秩序を破壊し天下を一新するという目的こそいつですが、おそらくその先に望む未来は。ならやることは一つじゃねえか。俺も力を貸すぜ。あんたの理想興味深いよ。面白きことを申しますな、桃地殿は。ではことあらばぜひにご協力くだされ。何が理想のようだ。所詮は独善的なざれ事じゃねえか。まあいい、あんたの熱情をせいぜい利用させてもらうぜ。残らず消し去りましょう。
早速織田が攻め寄せてまいりましたか。桃地殿の働きに期待するとしましょう。さてまずは前線の掃除から始めるとしましょうか。四季三条の守りは私にお任せを。父上は織田の撃退にご注力ください。さてと久秀を助けてやらねえとな。手始めに織田勢の陣容を知らせておくか。私は本願寺へ援軍を求めに参ります。吉報をお待ちくだされ。終わらせましょう。多勢に無勢とはいえ戦の勝敗は頭数のみで決まるものではありません。敵は要所をしっかりと守っているな。これを切り崩すのは至難の技か。四季三条守りは家庭が穴はあるはず。探りを入れてみるか。こいつは消えるが世の定め。叶う相手ではなかったか。そなたは先日帰参した雨雲の光秀殿に絡みつく異物め。今すぐ焼き消えよ。誰が異物だ。倒されるのはお前だ、松永久秀。ひとまず敵は押し返せたようですね。次はこちらから参りますよ。久秀殿、棟梁からの密書でござる。織田の布陣が記されております。なるほど、織田の兵糧はあの砦に。俸禄兵を出して焼き払いましょう。松永の兵が来るぞ、迎え撃て。消えるが世の定め。叶う相手ではなかったか。なんと素晴らしき戦果よ。耐えきれん。聞かせてもらう。これより先へは行かせぬ。あの羽根橋使えそうだな。うまくすりゃ織田を分断できそうだ。終わらせましょう。は消えるが世の定め。叶う相手ではなかったか。暴力兵に伝えなさい、直ちに焼却です。兵糧を焼かれただと。久秀、小賢しい真似をする。敵が勢いを盛り返しているようだ。援軍を要請すべきか。羽根橋が上がっただと。
敵の交差だ。信忠が危うい。急ぎ橋を下ろすのだ。開門！急ぎなさい！分断はなったようだな。さて、久秀はどう動くか。橋が上がったのは桃地殿の仕業ですね。この機を逃さず信忠を排除しましょう。急ぎなさい！終わらせましょう。素晴らしい。これならばあわよくば信長の首も取れるやもしれませんね。急げ、跳ね橋を下ろすんだ。信忠の救援間に合わなんだか。松永勢の勢い油断ならぬ。どうあれ、信長を討たねば勝てぬ戦。他の砦へ兵を進めるとしましょう。久秀、この信長の首を狙ってきた。だが思い通りにはさせん。殿の働き存外役に立ちますね。この戦の間は信用させてもらいましょうか。これは見事なお手並み。理想へとまた一歩。どうだ。開門。待っていたぞ謀反人め、覚悟せよ。急ぎなさい。待って、信長が不在とは。一体どこへ姿をくらましたのやら。棟梁より密書でござる。信長は片岡城に移ったとのことで。ほう、桃地殿が城門を開けてくれるとは。ならば協力のため我らも城へ向かいましょう。城門が開くまでこの場で敵兵を撃ち、城内の目をこちらに引きつけておきましょう。松永の勢いに押され気味だね。援軍を呼んでみんなを励ましてあげなきゃ。織田の連中なかなか門から離れねえな。こうなりゃ無理やり開けちまうか。棟梁、織田に奇襲の動きが。明智勢が精兵とともに信濃城に向かっている様子。となりゃ久秀は積んじまったな。もう俺らが危険を冒す価値もねえか。異物は消えよ。一脚完了。厄介な増援はこれにて封じました。これで幾分戦いやすくなるでしょう。なんと素晴らしき戦果よ。十分に敵は引きつけたはずだが、門がまだ開きませんか。桃地殿は何を。松永勢のやつらしつこく攻めてきやがれ。おいらたちで追い払ってやるか。
今こそ市議山城を攻め落とす。皆一斉に攻めかかる。どうだ、いつの間に。このままでは城が危うい。しかし綱が打つならば今しか。膝秀殿、棟梁より伝言でござる。門は開かぬ、武運を祈るとのことです。やはり桃地殿は心変わりを。とはいえここまで来て引き下がるなどできません。私こそが天下無双のモノラフなり。終わらせましょう。さてと、あとは知ったこっちゃねえ。戦が終わるまで身を潜めていようかね。一脚完了。消え去りなさい。物は消えるが世の定め。命あってのものだねだっての。しぶといやつ。ゴズメの兵を惜しまず出せ。数で圧倒し、久秀を仕留めるのだ。もはや勝機はないようですね。私は市議山城へ下がらせてもらいましょう。勝利条件変更。どうだ。手はず通り、皆をここまで引き込めたな。あとは久秀の首を見上げに織田に下るのみ。物は消えるが世の定め。聞かせていただこう。かなう相手ではなかったか。これは見事なお手並み。聞かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。始末は終わりましたね。城の周りの織田勢も減らせたようです。拠点をいくつか取り戻せたようですし、王六兵を呼び込み敵に当たらせましょう。消え去りなさい。殿の道を阻む者はそれがしがうがつ。終わらせましょう。開門。この間、謀反人を仕留めに行くぞ。災いは、うがつのみ。終わらせましょう。
ああ、我が理想へとまた一歩。異物は消えるが世の定め。ここは引こうかあるまい。これは見事なお手並み。異物は消えるが世の定め。もはやここまで。理想へとまた一歩。終わらせましょう。この私をうがつなど無駄です。開門。市議山城へと至る道は開けたようですね。みな城の援護に回りなさい。悔しいが、ここまでか。ああ、我が理想へとまた一歩。異物は消えるが世の定め。耐えきれん。聞かせてもらう。なんと、目覚ましきご活躍。私に思い残すことがあるとすれば、光秀殿、去りなさい。そなたを籠絡できなかったことです。俺は信長と共に新たな世を切り開く。それ以外の道はない。勝利条件変更。ここへ行こうと逃れる術など、もはや逃れようなどとは思っておりません。最後は私の好きなようにさせてもらいます。結局こうなりましたか。安心せえ平雲や、お前を置いてはいかぬ。さあ共に参ろう。いらっしゃい。
たのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。各地方への版図拡大を図る信長は、秀吉に一軍を預けて西国方面への攻略を推し進めていた。一方、毛利元就は織田勢の西国進出に対抗、信長の支援を受けて神月城にこもる尼子勢を包囲する。尼子勢の再興にかける執念を警戒する元就は、この機に完全に滅ぼそうとしていた。神月城の戦い。お待たせしました、父上。いよいよですね。憎き尼子を完膚なきまでに葬り去る時が、ついに。高神、お前には輝元と共に傷ヶ口に向かうよう申し付けたはずだが。戦支度は輝元に任せてありますよ。私はその間に尼子の終焉を見届けておこうかなと思いまして。ならばよいが、参陣するからには務めを果たせよ。もちろん分かっていますよ、父上も。鹿との戯れはほどほどに。無論手ぬるいまねはせぬ。毛利繁栄のためこの地で潰しきってやろうぞ。さあ決着をつけようぞ、アマゴの鹿よ。我が名作五郎次郎、この高影にお任せください。
雨子の命運、もはや風前の灯火、この光月城にて滅ぶがよい。こたびの戦、元春や高影と共に完膚なきまでに雨子を叩かねばな。雨子との戦がここまで長引くとはな。だがそれも今日で終わりだ。そこだ。全ては毛利の未来のため。邪魔な雨子は必ずここで打ち果たそう。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。打ち死に。随分な腕っぷしだな、高影よ。かかったね。再起よ、ひらめけ。そこだ。守備は散らしとか。では城来へと攻め入ろう。開門。よっ。我ら雨子の加勢に参った。覚悟せよ。勝久様、すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来たの近い。貴様の国、今日こそ落としてくれ。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ戦力を温存するのだ。じいさん、あんたは俺が必ず。お見事にございますな。そこだ。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。口ほどにもないな。叶う相手ではなかったか。さあ、次は誰が相手だ。よし、この砦は俺たちがもらった。この調子でさっさと攻め進むぞ。はい、そう。そこだ。しかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。各地に敵を抱えておる裏が、今光月城一つにこだわるとは思えぬ。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し、隙を見て畳みかけよう。では中央の味方を残らず引かせよ。わしに策。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。本当に君はつくづくバカだよね。アマゴが毛利に勝てるわけなんかないのにさ。黙れよ坊ちゃん。そんな言葉で俺が諦めるとでも思うのか。ひらめけ。さあ、次は誰が相手だ。物資の補給はなったか。いざ攻め進む。わしが行く。まだだ。まだ俺は諦めない。しかもつけ、お前はまだ終われないはずだ。南北の砦の守りを厚くせよ。
敵を攻め入らせてはならぬ。わしが行くか。任せてくれ。中央に兵を送れ。守備の薄さがいささか気がかりだが、攻めては緩められない。そこだ。かかった。今だ。南北より挟み撃て。かかったね。せやっ。やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り伏せるのみ。織田の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。勝ち目のない中出てくるとはな。愚かな雨子には罰をくれてやるよ。どうにも旗色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。兵力を削られたか。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。播磨の情勢、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば小月城は致し方ないか。全軍速やかに撤退せよ。開門。案の定織田は撤退を始めたようだ。今夜は雨子を捨てるか、信長。ならば今こそ攻勢に転じる。温存した戦力にて敵の後輩をつけ、奴らを足止めせよ。ペースで圧倒するのだ。俺がしんがりを務める。我らの撤退、合わせはしない。そこだ。くそ、奇襲を仕掛ける間もなく撤退かよ。しばれ、少しでも敵を蹴散らしとくか。みんな、やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さて、残るは総大将勝久だけだ。南方の敵を抑えよ。進軍を許すでないぞ。打ち死に。打ち死に。願おうか。やそこだ。さあ、次は誰が相手だ。かかったね。再起よ、ひらめけ。敵将、私がほふってやったぞ。聞かせていただこう。これは見事なお手並み。そこだ。口ほどにもないな。力及ばずか。そこだ。敵将、
私がほふってやったぞ。しんがりの役目全うしきれないとは。わしが行くか。そういえば撤退は無事阻まれ、皆は光月城の攻略へ向かえ。任せてくれ。織田の援軍は引いたようだが、雨子の執念あまりなめるでないぞ。開門。勝久を討ち雨子を滅ぼす、その時はもう間もなくであろうよ。私こそ天下無双の名軍師だ。勝久様、今そちらに向かいます。やはり現れたか。物分かりの悪い鹿に現実を教えてやる。ひらめけ。勝利条件変更。急げ。そこだ。これにて雨子の討滅はなった。打ち死に。勝久様、来た、司会。長きにわたる因縁に蹴りをつけてやろう。分かったね。再起よ、ひらめけ。諦めるもんか。俺はそこだ。ならば貴様は何故今の牙を抜く。つくづく愚かな鹿よの。ならばその生き事散るがよい。
かがあり、愛なれり。父上が鹿と相打ちになるなんて、クソ、なんだよそれ。あの野郎の執念にしてやられたな。高影様、木津川口の照本様より急ぎ合流された人の伝令が。悲嘆に暮れる糸間すら私たちには許されないのか。それがこの乱世の断りとでも。兄上、私は木津川口へと向かいます。父上の意志は我ら兄弟で守ってみせましょう。へえ、高影のやつもっと乱れると思ったがな。あいつもあいつなりに強くなってるってことか。ま、腹くくってやるしかねえな。見ててくれよ、父上。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。